こんにちは、山本陽子です。このコーナーでは何かと話題の携帯電話の最新情報について畑中君と紹介していきたいと思います。陽子さん、自分の子供と連絡を取る手段としてスマホを持たせる方が増えていると聞きました。陽子さん詳しいんですよね。教えてください。任せてください。私がおすすめしたいのはソフトバンク学割なの。ソフトバンクの学割？5歳から22歳なら誰でもソフトバンク学割でお得にスマホが使えるの。5分以内の国内通話は何度でも無料。データは通常の2倍の2ギガが使えて、なんと申し込み翌月から1年間は基本料月900円。14ヶ月目以降は基本料月1980円でずっと使えるのよ。へー、1年間は基本料月900円ですか？しかも5分以内の国内通話は何度でも無料でデータ2ギガもついてるんですね。5分以内の通話が無料なら家族とも気軽に話せますし、とてもありがたいですね。ソフトバンク学割いいですね。ちなみに5歳から22歳以外の学割対象外の方でもガラケーからの機種変更、乗り換えの方ならスマホデビュープランが適用されるのよ。もちろん申し込み翌月から1年間は基本料月900円。14ヶ月目以降も基本料月1980円でずっとスマホが使えるの。しかも5分以内の国内通話なら何度でも無料なのよ。学生だけじゃなくて初めてスマホを持つシニアもお得にスマホデビューができますね。そうなの。しかもソフトバンクショップでは対面でしっかりサポートしてくれるから、初めてのスマホで不安なことや料金のことなどいろいろ相談できて安心なのよ。ショップでサポートしてもらえるのはすっごく安心ですね。そうよね。今紹介しているソフトバンク学割やスマホデビュープランはお店で契約できるので安心よ。プランの相談以外にも新しい機種が見たい、故障して困っている、設定や操作がわからないなどもショップで直接聞けるから安心よね。さらに一部店舗にはスマホアドバイザーがスマホ教室も実施しているので、親切丁寧に教えてもらえるのよ。ショップでのサポートは確かに安心ですね。またお子様にスマホを持たせると使いすぎだったり有害サイトへのアクセスなど心配事もあるでしょう。ソフトバンクショップならスマホの使用時間制限、有害サイトブロック、お子様の居場所確認ができる安心フィルターの設定もしてもらえるよ。確かにショップでのサポートはとても心強いですね。畑中君、もう一つお得情報があるの。ソフトバンクが提供しているおうち電気よ。おうち電気は今契約している電気をおうち電気に切り替えるだけで電気代2ヶ月無料になるキャンペーンをやっているの。それに切り替え工事なしで利用できるのよ。え、本当ですか？でも僕はソフトバンク使ってませんよ。心配無用です。2ヶ月無料キャンペーンはソフトバンクのスマホを持っていなくても対象なの。ソフトバンクのスマホやネットを使っている人は月々の通信費の割引も入るのでさらにお得。この2ヶ月無料キャンペーンは来月4月4日までなので急いだ方がいいよ。すごいですね、ソフトバンク。今からショップに行ってきます。ちょっと待って、ソフトバンクへの来店は事前に予約が必要です。じゃあ予約やってみましょう。テレビの前の皆さんもスマホを用意してください。予約は画面右下の QR コードを読み取ります。もしくはインターネットの検索画面で簡単来店予約と入力してください。この画面ですね。お父さん出てきました。そうしたら店舗を探して来店予約するをタップ。近くから探すを押すと近くのお店が出てきませんか？あ、出てきました。あとはお店を選んでウェブか電話で予約完了。ソフトバンク以外のスマホを使っている人でも OK なので活用してみてください。陽子さん、予約完了しました。簡単ですね。ソフトバンクショップに行ってきます。